市から九の段まで覚えることができました。このうち浦添市の中西小学校で行われた終業式では、児童の代表が2学期の思い出を元気に発表し、全校児童565人が校歌を歌うなどして2学期を締めくくりました。いよいよ明日から何が待ってますか？このあと児童らは各教室で、教師から明日から始まる冬休みの宿題や2学期の良い子の歩みを受け取りました。どの成績が一番良かった？どれも悪いっすね。3、4、5、6、7。2学期の方が多くなってる。成績悪くなった。3学期制を導入しているほとんどの小中学校は明日から10日間の冬休みに入ります。